一席、こんにちは、ゆっきーです。ツイッターのねアイコンが今日変わっているというところがもう世界的に大騒ぎになっていますが、トレンドにも入ってました。コナミコマンドから学べる意外と知らない英単語のお話をお届けしていきたいと思います。でもこのツイッターのロゴのニュースもね、日本でも海外でもすごく話題に今ね、なっていますが、このままなのかとかね。ちなみにこれなんですけども、ツイッターでそのまんま Twitter、ロゴとかって入れると結構ね、海外のあのツイートいっぱい出てくるんですよ。 Breaking Twitter logo is replaced with a doge ね、ツイッターのロゴがこの doge に変わってるぞとか、まあ、あとこれ系すごく多かったですね。 Does anyone else see the doge as the Twitter logo? っていうので、誰かこれ見えてる人他にいるみたいな、なんか僕だけじゃないかとかですね。そう、これもね似てますね、さっきの。 Is anyone else seeing a Doge icon where the Twitter logo used to be? ね、誰か Doge の、これ Doge ね、アイコンが見えてる人いる？この Twitter ロゴがあった場所なんだけどっていう used to be、ね、あとこれとか The Twitter logo has quietly been changed to the Doge dog ね、Quietly, be quiet, shh, とかの、 静かにっていう時ね、 quiet ありますけど、あの何も予告も何もなしに密かにこうスッとなんか変わってるよとか、 Damn, he actually changed the Twitter logo. マジかよ、本当に変えたな。 What happened to the Twitter logo? Twitter のロゴに何があったんだ。 Wait, what?Take a look at the new Twitter logo. ちょ待ってみたいなね、とか、もう他にもねたくさんあります。で、結構こういうもね読みやすい英語でね、もうパパパパって出てきてるのが多いので、まあ見たい方はですね、こういったあのホットなニュースあった時に Twitter とかでもそのまんま入れると結構英語でも出てくるので面白いかと思います。で、まあそんな今日話題になってたのがこのコナミコマンド。キーボードで上上下下、左右左右 BA を入力すると犬のアイコンが時計回りに回転するっていうことなんですけども。はい、じゃあ私も早速ね、やってみたいと思います。ちなみにこれ英語だとね、up, up, down, down, left, right, left, right, BA って言うそうです。もうそのまま上上下下、左右左右 BA。up, up, down, down, left, right, left, right, BA。え、あれ？もう一回行きますね。 Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A。 お、はい、これ非常にあの地味なんですけども、これ本当に回りますので、あのよかったらね試してみてください。で、まあ、そんなねこのねくるっと回るコナミコマンドなんですけども、コナミコマンド、これ英語で何と言うと思いますか？そのまんまコナミコマンドでいいのか、それとも何か変わるのか。はい、これですね、実は正解はコナミコードなんですね。コナミコマンドじゃなくてコード。 The Konami code ね、in Japanese コナミコマンド also commonly referred to as the Contra code and sometimes the 30 lives code is a cheat code that appears in many Konami video games。 で、このコナミコード、ね、コナミコマンドは Gradius で最初に使われたとかですね、いろいろとねヒストリー書いてます。で、まあ、そんなところで、ね、気になるのがこのコマンドとコードの違いですよね。まあ、どちらもこう命令形というかね、なんかこう入力するような感じ、オーダーをね通すみたいなあの印象はねあったり、カタカナでもすると思うんですけども、でこういうのまあ調べたいときは code command difference とかですね、これも単純、はい、入れたらねいっぱい出てくるんですけども、その中でね私ちょっといくつか見てて、これがね一番わかりやすかったんですよ。のでちょっと紹介したいと思います。What is the difference between code and command? コマンドと、コードとコマンドの違いって何でしょう? A code is a set of words or lines made to do the most of the task. A command is a set of instructions given with authority. っていうところで、コードの方はですね、set of words or lines。 なんか言葉のその集まり、セット、だったりとか、まあ、なんかラインね、で、made to do most of the task。 仕事っていうかタスクをさせるためのもの。で、対してコマンドっていうのは、is a set of instruction given with authority。ね、authority、なんか権威性に基づいて、なんかこうね、オーダーを通すっていう時に今使うのがコマンド。なんだけど、まあ、コードはもうシンプルに入力したらそうやって動く。アルクさんでね調べてみたら、コードの方はこういう感じ、はい、記号、符号、コードとかですね、まあ、あとプログラムとか、
あとまあこの辺ですね、コーディングするとかコード化する、プログラムするっていうのがあるんだけど、 command の方はですね、やっぱり指揮とか命令とかこういう権威を伴うっていうのがあるので、なので今回のあのね、上上下下左右左右 BA ですね。もう一回やってみよう。 up up down down left right left right B A。 はい、こうやってね入力すると回るので、なんか私のその権威性がどうこうとか、なんかね命令でみたいな感じっていうよりは、もう本当にもうコード、この言葉結構コナミコマンドで、英語入れてもあんまり海外の記事っていうのは出てきたりしないんですけども、コナミコールの方で入れてみると、これツイッターとかも、はい、こんな感じでね、something meaningful, try the Konami code and enjoy rotating doge. rotate って回るっていうね単語です。まあ、あとはなんかロールするよとか、あのいろんなね言い方されてたんですけども、そうそう、 the Konami code works on the new Twitter logo っていう、なんかコナミコード入れるとあのツイッターロゴなんか変化が起きるらしいみたいな、聞くらしいとかですね、はい、いろいろ出てくるので、よかったら試してみてください。これなんかまあ今の段階ではブラウザ、でだけ動く、みたいなんですけども、なんかねちょっとあの本当に回りましたとか、なんかよく分からなかったとか、またコメント欄のところで教えていただけたら嬉しいです。こんな感じでですね、昨日はねあの坂本龍一さんのニュースで英単語形容詞のお話をしていたんですが、今日はこのツイッターのねアイコンが変わったよっていうニュースから、コマンドとコードの違いについてお話をしてみました。こんな感じでですね、明日以降も身近なニュースからワンポイント、取り入れられる意外と知らない英語のお話をお届けしていきますので、ニュースからですね楽しく英語スキルアップしていきたいという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私ユッキーの公式 LINE もあります。動画のプレゼント企画とかも行っていますので、よかったらこちらから、登録して、つながってください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。上上下下なんだっけ、up, up, down, down, left, right, left, right. これ left, right が結構発音難しい。left, right, left, right, ba. up, up, down, down, up, up, down, down, left, right, left, right, ba. やってみると面白いと思います。